こんにちは、いらっしゃいませ。平和堂公式 VTuber の鳩の幸です。本日は平和堂こだわりブランドイーワから発売される期間限定の新商品のご案内です。本日ご紹介する商品はこちら、じゃーん、森山メロンのクリームソーダです。滋賀県の名産森山メロンの旨味を存分に使用したこの商品、その魅力をお伝えいたします。魅力その1、平和堂地元の滋賀県森山市の名産で人気の森山メロンのアムスとアールズメロンの果汁を使用、自然の恵みをたっぷりと詰め込んだ深い甘さと爽やかな香りが特徴です。魅力その2、この森山メロンのクリームソーダ、甘味料、着色料、保存料を一切使用しておりません。お子様から大人の方まで安心して召し上がっていただくことができます。魅力その3、こちらの商品の果汁には市場に出回りにくい規格外品や店頭には向かないメロンなども使用し、食品ロスの削減につながってるんですよ。平和堂の食品ロス削減委員会の私としても、この取り組みは非常にプッシュさせていただきたいところであります。皆様、こちらのイーワ森山メロンのクリームソーダ、数量限定ですよ。ぜひぜひ平和堂各店にてお買い求めくださいませ。はぁ、いっぱい喋ったら喉乾いたな。私も森山メロンのクリームソーダ買って帰ろう。ん？何ですか？うわぁ、やっぱりなんかやるんですね。今回は何ですか？今回は鳩の幸さんに謎かけに挑戦してもらいます。スカッとする回答を期待しています。謎かけってなんか難しそうですね。もう相変わらず無茶ぶりですね。承知いたしました。これ終わらないと森山メロンのクリームソーダを買いに行けないし、私には森山メロンのクリームソーダが待ってるんだ。さあさあ、どんなお題でも頑張りますよ。お題1、ハトッピー。なるほど、ハトッピーがお題か。じゃあそれでは、ハトッピーとかけまして恋心と解きます。その心は、ハート。平和堂は2羽のハト、恋する心はハート、つまりハートってことで。お題2、メロン。おー、だから早く森山メロンのクリームソーダが飲みたいって言ってるのに。メロン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 、よし、それではメロンとかけまして、福井県春江市のショッピングセンターと解きます。その心は、アミ。メロンにはアミメがあるのと、福井県にあるアルプラザアミっていう平和堂のお店ですよ。そうそう、先日 YouTuber のカズさんがアルプラザアミにご来店くださって、お買い物されている動画アップされていましたね。カズさん、ご来店誠にありがとうございます。さあ、ラストはなんだ。お題3、森山メロンのクリームソーダ。だから早く終わってそれ飲みたいんですって。じゃあ、わかりました。はい、森山メロンのクリームソーダとかけまして、 YouTube のこの辺、この辺ですよ、この辺。なんなら今ちょっと押していただいても、そうです、そうです、この辺とこの辺と解きます。その心は、いいわ。お後がよろしいようで。というわけで、いかがでしたでしょうか。謎かけ、なんか
無理やりなのもありましたがね。はい、以上ハトの幸でした。ありがとうございました。またお越しくださいませ。ご視聴いただきありがとうございました。いいね、コメントお待ちしております。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。過去動画も見てねー。